ございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、ということで、はい、今日は12月の18日でございます。はい、はい、3回目です。で来週は、クリスマス。クリスマスですね、もう ねクリスマスですよ、もう。はい、なんか山崎 の、 あのクリスマスケーキの CM がなんとなく、ね、竹内まりやの曲が流れてる感じがはい、はい、なんとなくあの、うん、クリスマスって言ったらなんかついついそれを思い出してしまうんですけど、はい、す、はい、り込まれてますね。はい、じゃあ今日も行きますか。はい、はーい今日走ってきよったこの日なのに、これなのに、いや、言ってました。はい、今日は言えたよ。はい、ありがとうございます。はいはいはい、今日ね、12月の18日、はい、東京駅が完成した記念日となっております。1914年、大正3年に、はい、東京駅の完成式が行われました。はい、はい、もうみんなね、多分あの東京駅ってあるのが当たり前やから。そうですね。ね、で、あの鉄道開業はあのあれなんでね。あの明治時代にもう終わってるんで、でなんで東京駅が大正時代なのっていう感じがすると思うんですけど、あの実は、一番最初に開業したのは新橋横浜間、はい、うん、だからあの東京駅っていうのは存在してなかったんで、ずっと新橋から延伸させていって東京ができ、その後上野ができっていう、あの北の方へ向かって、延伸させていくっていう流れで、東海道線が始まっているので、はいはい、なので、東京駅は後にできてるんですよね。でましてやね、あのみんな気づいてるかどうかわからないですけど、東京駅行った人は分かるんですけどね、あの丸の内って場所はあのそもそも江戸城の中なんじゃない、はい、城内なんですよ、どっちかというと。あのっていうことはどういうことかというと、皇居の真ん前なんですね、はい、うん、この東京駅すごいかっこいいレンガ造りのね、今のも実はあの初代の駅舎を、再現した形 で、 ちょっと前よりも背高くしたんですけどね。そうです、もともとはもっと低いんで、あの高層建築のよりも高くしたんですけども、これの、設計者がですね、もう建築ファンの中では超有名です。辰野金吾さんですね。大阪でいうとあの大阪市の中央公会、はい、ね、あれが辰野金吾建築。金吾の建築みたいな感じで、あの大阪市内にものすごいたくさんあったりとかするんで、あのいろいろ調べていただくといろいろ出てくるので、はい、ぜひあの金吾さんの建築いろいろと見て回っていただくといいんじゃないかなと思いますけどね。北浜辺りとかいろいろ。はい、そんな東京駅のできた日、はい、完成記念ですね、はい、はい、12月18日、はい、ということでございました。はい、はい、じゃあこの日何の日気になる日でした。はい、ありがとうございました。はい、はい、という感じですね。はい、でですね、はい、今日もこのプレゼンありかなしかなんですけども、はい、まあ、先週も、ね、言ってたように、映画の、はい、主演女優のインタビューということなんですけども、はい、この映画はですね、うん、一つぼっちって言いまして、はい、あの私のですね、シナリオセンター時代の先輩、まあだからあの、はい、春純さんね、春さんは、はい、はい、春純さん何回も会ってますよ。そうだよね、何回も会ってるね、何回も会ってる、あの中之島映画祭にも来たのね、はい、はい、まあまあ春純さんが、脚本を書いて、うん、で、もともと彼女がですね、これね、橋田須賀子新人脚本賞に応募して最終選考に残った作品だったんですよね、はい、でまあ、それをちょっと改編して、映画にしたという感じになってまして、はい、で実はの完成自体は2019年に完成してたんですけど、映画自体はね和歌山の海南市の方で撮影が行われて、はい、はい、完成してたんですが、コロナ禍もあったりとかしてですね、タイミングがね、はい、なかなかその上映先が見つからず、ようやくまずははい、東京の新宿ケーズシネマから、1月8日からですね、はい、上映ということになりましたので、それを記念して、インタビューに行ってきたという感じでございます。はい、はい、でその主演女優が、
広山琴葉さんって言いまして、はい、もうね、お坂部さんも、うん、知ってますね。ね、もうあの彼女の作品ですよね。2017年か18年ぐらいかな。ぐらいですね。ね、うん、にあの、中野島映画祭でも、賞を取ったかな、あれなんか。うん、入賞しましたよね。はい。で、すんごい数のいろんなところで賞をもらってる、すごいあの作品があの、はい、今夜新宿で彼女はっていうね、うん、作品をの主演をされて、はいはい、中之島映画祭にも来られてたんですけど、はい、で、まあ、その広山さんが、はい、主役をされまして、うん、でこの間実はあのその海南市の方で、まあ、この中でもちらっと言いましたけどね、あの試写会をやられたんで、はい、そこに、駆けつけましたよ、はい、インタビューをさせていただきました、うん、でそれをね、ご覧になっていただいて、ぜひ見ていただきたいなという感じなんですけど、はい、はい、ではでは、判定の皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでは、私と並んだ時に、異様にでかさ小ささというかですこのなんじゃこの比較っていう、なんか俺も ものすごい自分で見ながらね俺なんかクマちゃんみたいなとか見てたんですけど、はい、ぜひどれだけちっちゃいか、あの広山さんがちっちゃいか見ていただければと思います。はい、はい、それではいきます。このプレゼンありかなしかスタート。私なんか産まなきゃよかったのに。お名前は花江さんです。華やかな絵と書いて花江。綺麗なお名前ですね。どこまでバカなのよ。あんたに何が分かんないよ。映画一つぼっちの、はい、主演を務められました、広山琴葉さん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、はい、やっとここまでこぎつけたっていう。本当に撮影2年前なので。ねえ、そうですよね。はい、はい、僕は本当にね、広山さんとは実は2回目なんですね。はいはい、以前、もうだからあれ何年前ですかね。4年ぐらい前ですよね。今夜新宿で彼女は、はい、ね、あれはもうものすごいあれでいろんな賞取られたと思うんですけど、はい、僕もあの中之島映画祭で、はい、見させていただいて、うわすごいな、この女優さんすごいなって思ったんですよ。あの時から体当たり演技めっちゃ多いですよ。でもあれからです、まさに本当にあれからどんどんなんか感情を放出するタイプの役がずっと続いています。今回もある意味そうなんですけど。はい、そうなんですよ。あの時その本当にあの塀乗り越えたりとかね、塀乗り越えて2階から忍び込むとか、はい、なんかすごいことやってんなっていう。はい、裸足で始めますけど。ねえ、そうなんですよ。裸足でね、はい、で明け方まで、はい、でまたあれも海辺っていうか水辺に行って、そうですね。そうですよね。その印象がすごく鮮烈にあって、今回、まあ、実はその春純さんと僕は、はい、まあまあ長年の付き合いをさせていただいてるんですけど、実はこれプロット段階から読んでるんですよ。そうなんですね。そうなんです。なので作品化されるというのは僕もすごく嬉しくて、でそれを広山琴葉さんが主演されるっていうのを聞いて、おおと思ってるんですよ。わー、恐縮です。はい、ありがとうございます。はい、まずその主演務められてですね、体当たりってまさに体当たりの肉弾戦まであるようなありますね。ね、すごい激しいシーンも多い、うん、作品だと思うんですけど、これをその演じられるにあたって一番難しかったところですか。
やっぱりそのまず本当台本を前田さんから、私はプロデューサーの前田さんからいただいた時に、はい、ものすごいいい本だなと、まあ、それこそ本当ね橋田壽賀子賞、はいはい、最新人脚本賞の最終選考に残っているくらい本当に見応えのあるいい本で、はい、なんていい本なんだろう。で波子役って言われた時に、うん、逆にすごくプレッシャーで、いい作品いい役だからこそ、なんか受けて大丈夫かな、私でいいのかなっていう戸惑いとともに、やらなきゃもったいないっていうのとあって、まあ、あのすぐに本当に受けさせ引き受けさせてくださいってやらせてくださいってお願いしたんですけど、はい、もうとにかくその、まあ、虐待を受けて育った子供、うんうんうん、あの私は ありがたいことに父も母もとても愛情を注いでくれて育っていただいたので、その経験がなくて、やっぱりそのただ実際にそういう経験をもちろんしてらっしゃる方が世の中にはたくさんいて、とにかく誠実に取り組まないとこれは誰かを悲しい思いさせたりするなっていうところから、すごくその実際の方々の本だったりブログだったりをとにかくいろいろ読んで、少しでもそういう人方々に寄り添いたいという思いで私は役作りを今回しました。そうですね、だから現実の世界でね、やっぱり同じような思いというか同じようなシチュエーションの中で、生きてらっしゃる方が実際にいらっしゃるんでね、うん、まあ、その辺はやっぱり演じる上にあたって配慮しなきゃいけないというか、はい、そこ大変だったんだろうなってすごい思いますけど、具体的に言うとどういうところを気をつけられたっていうのはあるんですか。私はもう本をいろいろ読んだ時に、はい、ちょっとタイトルを失念してしまったんですけど、はい、日本一ひどい母への手紙、ちょっと虐待の実際に虐待を受けた方々が親に対して書いた手紙のまとめた本を読んでいたんですけど、はい、その中に本当にお母さんはいつも帰ってきて僕を殴るんだけど、でもお母さんは本当にシングルマザーで自分を育ててくれて、で高卒で働きながら自分も子育てもしてくれて、で帰ってくるたびに殴るんだけど、自分はビールをお母さんにいつも持っていく言ってました。で参観日の時にお母さんが来て、で周りの他のお母さんがシングルマザーだったり、まあ、時代もあったと思うんですけど、シングルマザーだったり高卒だったりっていうことをバカにした風に言うけど、それでも僕はお母さんが参観日に来てくれて本当に幸せだったっていうお手紙を私は心の拠り所にしていたというか、これが今回の多分ナミコの気持ちに近いのかなと思って、なんかその方の、まあ、想像ではありますけど膨らましていってナミコ役を私は演じました。なるほど、そういう、まあ、役作りのためにね読まれた本があった、はい、下敷きにしたものがあったということです。よくカメラの前に立つんじゃなくて、うん、その役を生きるっていうじゃないですか、うん、ま、その役をまとうとか、はい、いろんな言い方しますけど、平山さんは どのパターンですか、まとうんですか、それとも生きるんですか。まさに今回の奈美子で言うと生きようと思いました。この役を生きていれば成立するなっていうのがやっぱり今日見ていただいたのでご存知だと思うんですけど、はい、ほぼほぼ私しか出ていないそうですね、という状況で、はいはいはい、多分ナミコがブレちゃうとというか、ナミコが嘘になると作品全体が嘘になるなと思って、うん、で監督とも、まあ、作品を始めましてだったんですけど、うん、顔合わせだったり読み合わせの時にしっかりお話をさせていただいて、すごい私の中ではすごく信頼関係を築けたので、はい、もう私がナミコをそこで生きていれば、そこあとはもう監督が写し取ってくれるだろうなっていう、もう信頼関係ができていたので、今回特になんかこうカメラがここにあるから私がこう見せようとかっていう計算っていうより、今回はとにかく生きようと思いました。なるほど、なるほど、そういうことか、うん、でもそうですよね、そういう現場ってすごい珍しいというか、ありがたいですね、まあ、僕らもできればそういう現場を作りたいと思って現場組もうとするんですけど、そこまでの信頼関係を築ききるってやっぱなかなか難しいというか、それは逆に言うと監督からすると役者さん側が腹くくってくれてるからできるというか、腹をくくって生きてくれてるから、じゃあもうこれはどうやって撮るかをこっちで考えるだけっていう風になれば、逆に締めたもんというか、だってもうどこを切り取ったってその人を撮れるわけですから、
まあ、そこをなるほどなということは皆さんですよ皆さんですよ、これはですね、どう生きたか広山琴葉ではなく木村奈美子がどう生きたかっていうのをもうまさにまあ、ドキュメンタリーじゃないんですけどね、あくまでもエンターテインメントなんで、監督はちゃんとエンターテインメントとして演出を関わりでやってらっしゃるんで、全然ドキュメンタリーではないんですけど、でも、その中で広山琴葉という、役者がですねどういうふうに、木村奈美子を生きたかっていうのがねこの作品の一番の肝じゃないかなと思うんですけど、ありがとうございます、はいはい、まあ、そこがもし共感できればおそらく、皆さんもスクリーンの前で号泣されてるっていう状況になるんじゃないかなと。いやでも、僕はできるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、実際その僕もちょっとだけ宣伝に関わらせてもらってるんであらかじめ、見させてはいただいてたんですけど、見終わった時に思ったのはやっぱり一番物語の核になる部分っていうのは、うん、ちゃんとこの作品の中にもあるので、うん、そこさえ拾い上げてもらえれば、うん、確実に心に残る作品になるなっていうふうには思ったので、ぜひそれをね映画館で。そうなんです、やっぱね配信とかね、うん、まあいいんですよ別にそれは僕は否定はしないですけど ね、はい、ただやっぱり映画館で見るっていうことの意味って映画館行けば分かるんですよね。本当にそれ思います、ねいい音響のね、はい劇場でかかることを祈りつつ、はいはい、そういう会場でぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思いますけども、はい、じゃあ広山さんから視聴者の方にメッセージをお願いします。はい、もうとにかく主演っていうのは当たり前なんですけど、作品を本当に世の中に届けたくて一生懸命演じました。それは本当に私だけじゃなくて、ほとんど初めましての役者さん全員か、全員初めましての座組の中で、でもみんなが手をつなげたんですよね、みんながちゃんと手をつなげた作品、それってなかなか本当にないなって。でもその手をつながないとこの作品に対して失礼だし本に対して失礼だなってみんな思えた作品で、本当にチームが一丸となってってよく聞く言葉ですけど、はいはい、本当にみんな一丸となって魂を込めて作った作品です、うん、コロナで先週だったりがストップした中でようやく本当に公開できました、はい、コロナ以前の作品ではあるんですけど、やっぱり人間の普遍的なものを描いているので、うん、それはよりコロナ禍の今だからこそ強く感じ取ってもらえる作品なんじゃないかなと思っています。ぜひ一つぼっち世の中に広めていきたいのでよろしくお願いします。はい、ということで、映画一つぼっちの、主演女優の、広山琴葉さんでした。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ということで、終わりました。ありがとうございました。はい、ということでね、かわいらしいというか別府さんでしょ、うん、ね、本当にまあ、できたらここへ来てね、お話してほしいなと思ったりもしているので、また機会があれば、はい、来ていただきたいなと思うんですけども、はい、はい、まあまあまずはですね、結果を判定の方行きたいと思います。はい、それでは、このプレゼンありかなしか判定。はい、はい、はい、ありがとうございました。まあ、なんでこの一瞬間があったかっていうのは、まあ、裏話ですので、また聞きたかったら直接聞いてください。はい、ということなんですけども、はい、はい、まあまあ、そうですね、ようやくですね、新宿ケーズシネマから、1月8日からですね、上映が始まるということで、はい、実はまあ、ぼちぼち、他の、場所での、上映っていうのも決まってきてるんで、うん、まあ、次は和歌山があり、大阪も実は、1月中にありますので、はい、また詳しいことは、この辺に出てるかなと思うんですけども、はい、ぜひぜひ映画館でね、はい、これわざわざねクラウドファンディングやってるんですよこれ、うん、でなんでクラウドファンディングやったかって言ったら5.1 チャンネルの、はいはいはい、5.1 チャンネルサラウンドに音響をグレードアップしたいっていうのがあったらしくて、その分の予算を捻出するのにやってらっしゃったりとかっていうのがあったんで、僕も実は、それに協力してるんで、実はエンドロールに僕の名前があります。エンドロールに僕の名前があります。
あのクラウドファンディングした人の中の中に名前が入ってるんですけどね、はい、という作品ですので、です、はい、ぜひ皆さんですね、劇場で見ていただければと思います。よろしくお願いします。ということでございました。はい、それでは、あゆみ、はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、マテリアルの、お店の情報ですが、はい、まあね、ホームページの方を見てもらおうかなと思っておりますから、そうね、きっちり決まっていません、ね、現段階では、はいはい、現段階では、ね、はい、なので、はい、ホームページの方をご覧、ホームページ見てください、ホームページ、はい、ホームページ見てください、はい、でもね、この12月の、はい、27日、チームラッシュが最終日で、うん、で、はいはい、走りますので、はい、ね、走り納めがありますので、うん、ぜひぜひその日は来てほしいなと思っております。はい、はいはい、参加費が1000円でドリンク付きになっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください、お待ちしております。はい、はい、ということですね。はい、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 ありがとうございます。はい、高橋さん。はい、おはようございます。まあ、というのもなくなる。慌ててできたりします。ここはちょっと時間あるからね。はい、はい、ちょっとほな一つぼっちの感想言ってもいいですか。はい、はい、はい、どうぞ。あのね、すごい我々私の多分監督分かると思います。はい、はい、好きな作品、はい、そうですね。ですね、はい。そうだと思いました。ですね、はい、まあ、すごいなんか感動を与えるんか思ったら、うん、衝撃にいっちゃったりとか、はい、はい、パラダっていう、ね、うん、なんかすごい面白くて、いろいろ振りますからね。そうですね。はい、まあ最後に、なるほどなって、うん、ちょっとね、出だしてやっぱり、いや監督言いますよ。うん、ちょっと重たい、ね、うん、重たくて、うん、ちょっとはっきり言ってしんどくて、うん、もうね、介護施設で勤まらない、あ、なるほど、はいはいはい、そんなんがあって、はい、まあまあ苦悩がね、いろいろあったんでしょうけどね、はい、そんなんを感じました。はい、でですよ、広山琴さんね、実はこの間会った松本ほのかさんと一緒に出演されてるのがこれなんですか、はいはいはい、アブノーマルさん、はい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 、この作品に出ております。またよかったら、ね、はい、見ていただきたいと思います。はい、どんなかはパンフレットの方に載っております。はい、ね、ね、春さんにもお会いしたことあるし ね、はい、あ、 ね、あとはプロデューサーの前田さんも ね、はい、そう、ソワレとかね、ソワレ撮って、はい、初期の時に私和歌山行ったんで、うん、まあ、その辺のシーンが映るから、ね、この、一つぼっち出てる中では行ったところが分からなかったですね。うん、あ、まあ、だから海南は多分、ね、初めて使わはるんですね。海南はね、あのあれですよ、たわしのね、うん、有名なたわしスポンジね。お、まあ、それで、まあ、昔昔はい、行きましたけど、そういう感じでございます。ちなみに前田さんってあのあれやね、あのゲイソンにいたはんで、ね、うん、ゲイソンで働いたはんでね、そうね、あの中にいたはんで、ゲイソンはスタッフさんですか、はい、で音楽もね、小野川さんでね、そうそうそう、監督の先ですから、あのいろんなね、はい、ミニシアター系のも、いや、ね、ものすごいいっぱい当たってて、賞めっちゃ取ってあります、うん、だからその辺はね、このスタッフさん見てると割合しっかりした作品やし、うん、はい、あの良かったのはこれシネスコサイズじゃないですか。そうです。もう、ね、まずシネスコサイズにやられると、はい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 、それをちゃんとうまいこと使ってる、まあまあまあそうです、無駄に伸ばすね、はい、作品ございます、はい、これもなんかその辺が、うん、あの映画として撮ってるなっていうのを拝見させてもらいます。ぜひとも年明けお勧めください。はい、見てください。はい、時間があればこちらの方も見てください。はい、とりあえずクリスマスっぽい映画なんで、はい、今日はまあ一つぼつ入れたんで、そんなにです、はい。グレムリンですね。はい、グレムリンですね。はい、グレムリン。はい、1と2でございますけどね、はいはい、これは1が1984年での12月8日のクリスマス公開ですね、はい、アメリカではね、夏だったんですね、はい、で2になってからですね、これ日本もですね、実は8月に夏だったんですね、おー、夏にしたんですね、多分でも1と2と少し違うから、系統ちゃうから、1は完全にクリスマスの贈り物ということで来ましたけど、2はね、ちょっとまたキャラクターが先にね、走っちゃって、そうですね、はい、そして今日グレムリンがいましたよ、こんな感じ、はい、こんな感じました。はい。おーおーおー、はいはいはい、飛び出すやつね。飛び出すやつね。はい、飛び出せへんで。なんかまあ箱におるで。まあ箱の中にいるんですよ。いるんですよ。ね。だからまあクリスマスになるとね、やっぱりね、このグレムリン見ていただけたらね。はい。じゃあこれ一作目クリス・コロンバンが携わって脚本家なんで、うん、クリス・コロンバンはね、ホームアローね。はいはいはい、はい。クリスマス好きなんでね。ああ、なんかね。クリスマスに思い出あるんちゃいます？うん。だからクリスマス以外の話あかんかったし。はいはいはい。で。まあそれね、2もね、途中でね、はい、あの冗談ですかね、監督ね、はいはい、嫌だったんか思うシーンになりますよね、はいはい、これね、はい、知ってますこれ、あ、2見やすい、見てない、見てこれ皆さん、これしてください、これやってはいけない、これはしてください、ほんでもうそこでもうセリフと話がめちゃくちゃなってきて、はいはいはい、
です。ございます。はいはい、ぜひとも、はい、DVD で見ていただきたいと思います。はい、1個グレムリンの時に思い出がありまして、はい、これ、1984年12月8日ということで、はい、でクリスマス映画なんですね。はい、サンジー合戦。ああはいはいはい、ギリギリしてますね。ですね、ですね、はい、ですね。グレムリン、はいはいはい、グレムリン、なんですかね。ゴジラ、あ、ゴジラも、ゴーストバスターズ、おー、ゴーストバスターズ見に行ったよ、俺。サンジー作戦やった、あの、あの対戦やった。でもこの正月映画ね、今から言いますよ、うん、はい、私も全部見てますけどね、はいはい、なぜかというと、ダブルの悲劇と天国の一番近い日本立てね、出たありました、はいはい、で、スパルタン X、ジャッキー・チェンありました、はい、で、ドーバー海峡殺人件、はい、アガサ・クリスティ、はい、男初ライドありました、はい、東映漫画祭り、筋肉マン、はいはい、アラベちゃん、シャイガーでございます、はいはい、そういう作品の中での一本です、うん、なるほど、1984年はすごかったです、映画館が、そういう、なんかグレムリンを見ながら、シャイダーはつぶやいエイジの孫ですけど、まあまあ、そんなことはどうでもいいです。まあ、それは別だけで、はいはい、なんかこの時はやっぱりあの賑やかでしたね、映画館が。ねえ、ね、ほんで、明日、きょんきょんまた生徒諸君があった。ああ、生徒諸君、うん、うん、はいはい、で、だからこの時ってシネコンじゃなくて、はい、各映画館が、はい、あの作品決まってたから、そうですね、はい、まあまあ、毎週行っとけば、2ヶ月で全部行けたんで、はい、なるほどなるほど、クリスマスの映画って大体2ヶ月やってたから、うん、はい、あの見るもんがないから行くっていう感じで、はいはいはい、で私これパーフェクトで、あ、全部見たんですか、見ましたね、お、すげえ、見ましたね、全部、はい、はい、見ました、あの一応パーフェクトあったんで見たと思います。何が何って言うたら、まあ、もう大体言えます。まあ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 、はい、でもそんだけ日本の正月映画っていうのは、はい、あの正月興行というのは大事ですね、今年はどうなるかということですね、ですね、はい、日本多分持っていくのがあると思いますけども、なるほど、はい、皆さんクリスマスから、はい、年末ね、仕掛けでも、はい、家で見るのもいいけど、はい、そしてこっちチョイスもいいんですけど、はい、劇場も入ってください、はい、はい、はい、ます、はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、今日も走り抜けましたが、はい、まあ、ひろやまことはさん、べっぴんさんでした。はい、まあ、ぜひね、スクリーンでまだ見ていただきたいなと思うんですけど、そうですね、はい、そしてですね、ここで言っておくと、はい、なんとですね、この一つぼっちの、まあ、チラシもポスターも実は僕がデザインさせてもらってるんですが、はい、パンフレットも僕がデザインしてますので、ぜひ劇場行った方皆さん買ってください。買ってください、はい、お願いします、よろしくお願いします。はい、あのね、パンフレットとしても結構楽しめるように、あの映画のイメージをそのまんまではなく、あの本来の内容をできるだけ伝えるように作っているので、うん、はい、ぜひですね、ちょっとまたパンフレットを読んでいただくと、もう一回映画見たらなんかちょっと違う見方ができるかもしれないので、ぜひご覧になっていただければと思っております、はい、よろしくお願いします。そして1月8日年が明けましたら新宿ケーズシネマ、あの東京方面の方はぜひ、見に行っていただきたいなと思います、はい、多分あの舞台挨拶も初日とかにはあると思うので、その辺チェックしていただければなと思います。はい、それでは、今週はこんな感じで終わりたい。あ、で、来週クリスマスですよ。クリスマスです。クリスマス企画で、をご用意してますので、皆さん、期待してご覧になっていただきたいです。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。